を見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにそのはるかちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺ははるかちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女とハルトをかくまってくれた親さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日神室町へ行きます。うん。西王会に乗り込んでローと話をつける。ハルトのことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限りハルカちゃんもハルトもずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え？お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ、ユータ。はい。兄貴、南雲の頭たちに心配かけたかありません。神室町へ行く前に一言知らせときましょう。しばらく寝てろ。お疲れ様です。うっす。お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータで神室町に行く。ハルトも一緒だ。神室町に？ああ、西洋会に話をつけにな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜小清水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝増添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉くろうて海に浮いとったらしいで。なんだと？西洋界に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように
組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だが昨夜のハン・ジュンギも銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや不気味じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの桐生の兄貴、うん、こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか。俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴。ああ行こう。わかりました、行きましょう。ユータ、まずはアジア街に行くならハルトは連れて行けない。ええ。ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった、ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか。俺だとなんかまずいんすか。ハルカのことはガキの頃から知ってるんだな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ。俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんてやっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか。ああなんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日東条会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴、詳しいことは分からない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちのおやっさんなら何か知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか。ああ。なあキリュウ、採用会と成し付けるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。ハン・ジュンギに舛添、どんどん死人が増えてんだ。
おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか。ユータ、こいつはどうした、キリュウ。ユータがいない。消えたって、おい、わからねえ。だってさ、悪いがハルトを頼む。ああ你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我！现在到我。没酒就没法子跟老爹说话。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。伊達さんからだ。なんだ、伊達さんから頼み事ってのは珍しいな。悪い、
そんなに急用なのか。仕方ね、話を聞いてみるか。わかった。プリペイドカード、なんだそれ。説明なしか。プリペイドカードか。わかった。結構なんか伊達さん、メールだと妙に押しが強いな。セレナのママには尻に敷かれてるくせに。わかった。プリペイドカードを5万円分か。とりあえずコンビニに行ってみるか。もしもし。兄貴、南雲ですわ。どうした。遺書が事務所に、雄太の遺書が事務所に置いてあったんです。何。ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。ロート差し違えて。後で電話。Hurry up!
その程度次には行くな。どうもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。詳しくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすればもうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよなあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの？舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た？だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。
時まで俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる？もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。お前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。言うて！おら！うわ！てめえ！何か思うなよ！Huh!
皮肉だな。最妖怪の血の掟が息子を私への最悪の刺客へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる？その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。な、何の話だ？その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今
我々最王会の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは。ヒロさんおやっさ。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミー・ローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々最王会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには最王会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ、この条件で飲めねえっつんなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は優太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それにして下ども同じようにか道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの弟子だな。立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと最王会の神室町撤退には一月だけ時間やる。
尾道の秘密をさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね、もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私は、まず舛添と達川へ出していた命令を撤回しようとした。だがすでに石見恒雄へ寝返っていた達川は連絡を断ち、そして神室町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は、私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。舛添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという舛添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ力の根源が。極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでに成り下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。
尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。しかし宇佐美優太が牢を仕留め損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になってさらされるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか広瀬。ボスが火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用界はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ何が起きたっておかしかね。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だが牢にはまだ聞かなきゃならねえことがあるんだ。吉明，这就是你弟弟。可爱吗？嗯。但是，你们必须今天道别。为什么？因为，这孩子，只是我们郎家的保险。吉米，你要好好记住，这是我们领导济汪会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。老弟，喂，老弟，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H 去，我们现在就能把那些被暴对法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老弟，你给我个机会吧。你还没完吗？不行就是不行，济汪会不可侵犯日本，我们已经同意扬名联合会了。难道跟日本向下一个小小组织的约定会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老爹，不，老大，你也知道现在济汪会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但济汪会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老爹，我绝对可以支配东京。你怎么支配？
东京有个东城会守着，就算暴对法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用阳明联合会就好，只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟艾带进神事亭里，到这地步我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去阳明联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロウ。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア街での話の続きが聞きたいんだ。話せるか？なあ。また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな？伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロー、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。
つまり岩見造船と先代の採用会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。